おはようございます、こんにちは、こんばんは。旅心です。今回は長野県松本市にあるいろはグランホテル松本駅前を紹介します。いろはグランホテル松本駅前さんは JR 松本駅から徒歩4分のところにあり、徒歩圏内には人気観光スポット縄手通りや松本美術館などがあります。それではホテルの中を見ていきましょう。1階は、フロントとロビーと、レストランがありますね。でここは、ロビーになります。ソファーがたくさんありますね。奥には机と椅子があって、その、机にはコンセントがついてますね。でソファーの座るところも多くて、大人数で座ることができます。ここの奥にもありますね。でここは、テレビと、周りには雑誌とかが置いてありますね。で今ちらっと見えたんですけど、ここがフロントになります。フロントは、対面のフロントと、ここに黒いので2台、自動精算機があるので朝混雑してても便利になります。ここがホテルのスタッフさんがおすすめする、観光地や、カフェレストランなどですね、行き先とかを決めるのもいいですね。で奥へ進んでいくと、ここにも、ホテルの周辺飲食店の情報なども置いてあるので、エレベーターで待ってる時にね、ちらっと見るのもいいですね。では階を上がって客室へ向かっていきます。向かっている間にちょっとホテルについてご紹介します。このホテルは、自然と調和した心地よいモダン空間をコンセプトに、旅先での快適なホテルライフを提供しています。では客室がある階に到着しましたね。こちらですね、デラックスツインを含む全153室あり、ダブルルームとツインタイプの2タイプを中心とした客室があります。でホテルは12階建てで、客室は松本の山々、紅葉、大地をイメージしており、3階層ごとにデザインが異なっております。で今回ご紹介する客室は、松本の山々の自然をイメージした、スーペリアコーナーツインの客室となっております。こちらの客室はですね、バスとトイレが別々になった、セパレートタイプになっております。こちらが今、洗面所と、バスルームですね。こう広々としたバスルームになってますね。とても清潔感があるバスルームになってます。広いのでゆっくりできますね。で大きな鏡がありますね。で、横にはクローゼットがあり、ここにも大きな、鏡がありますね。全身見ることができますね。で空気清浄機があり、ここを今開けたのがトイレですね。トイレも結構広いですね。とても綺麗ですね。でここが、ベッドですね。ベッドは、世界に選ばれてきたシモンズベッドを使用しているそうです。でここが、机と下に冷蔵庫があります。結構広いですね。入りそうです。でここが、コーヒーカップや、ポットですね。ありますね。で今壁が見えると思うんですけど、これがですね、山々の自然をイメージした、新緑のグリーンカラーですね。お、これがここの部屋から見える景色ですね。ちょっと曇ってますが、ここは最大3人で泊まれる、ソファーベッドがあります。次はですね、夜には、宿泊様限定で無料でラーメンが食べられたり、朝食をいただくことができる、1階にあるレストラン、ラブールを紹介します。こちらはですね、先ほども言ったように朝食会場や、またや宴会やパーティー会場などでも使用できるところになっております。なんと座席は50席あります。では、朝食を、これから見ていきましょう。朝食はですね、信州の、新鮮食材を使用した和洋ビュッフェになっております。なんと全50種類のメニューから選ぶことができます。ではまず、洋食コーナーから、スタートします。
かパンですね。でここに、電子レンジやトースターがあるので、焼いて食べることもできます。でその隣がですねサラダコーナーになりますね。サラダの、野菜の種類も多く、卵やトマト、フルーツもありますね。でその横には、サラダにちょっとのけたりできるものですね。白ごまやくるみなどありますね。オリーブもありますね。ぜひ好みのものをのけてみてください。で横がドレッシングやマヨネーズですね。でここはよく朝ある、スクランブルエッグやソーセージ、ベーコンですね。でその横が、和食コーナーですね。ご飯、味噌汁ですね。でご飯にのっける薬味とか漬物とか納豆とか海苔とかありますね。で和食の卵とかもありますね。でここが、和食のメニューですね。鮭とかありますね。で朝ビュッフェとかだとついついたくさん食べちゃいますよね。でその横がドリンクコーナーですね。オレンジジュースとかリンゴジュースとかコーヒーとか牛乳とかもあります。ということで長野県松本市にあるいろはグランホテル松本駅前をご紹介しました。ちょっとでも気になった方はぜひ泊まってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。まだチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。